この星空、世界遺産に検討されてるらしくて、最後、堂々の1位は、皆さん、はじめまして。今回からニュートのトラベルリポーターになりました、夏美です。イエーイはじめまして。私は自身の YouTube チャンネルで、海外旅行だったり、英語、そして海外の文化を発信しているんですけど、今回ニュートの SNS でも出演することになりました。よろしくお願いします。お願いします。今回この動画では30カ国旅してきた私がおすすめする国トップ5を紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。正直これ選ぶのめちゃめちゃ難しかったんですけど、総合的に見て今回は決めさせていただきました。じゃあまず早速行ってよかった国5位から発表したいと思います。第5位はニュージーランドです。私はニュージーランドのテカポという都市に行ったんですが、テカポは人口600人しかいないすごい小さな都市 で、ここでは世界一の星空が見れるという都市で有名です。個人的にニュージーランドは都会もすごくいいんですが、自然もすごい豊かな国なので、こう自然がすごく好きな人にはおすすめかなと思います。なのでバックパッカーだったりとかロードトリップをしている人がすごい多いので、そういうのに興味がある方はニュージーランドがすごいおすすめです。そしてそのテカポの星空の写真なんですけど、こちらになります。え、めっちゃすごい。そう、なんかこの教会から見れるんですけど、本当に空ってこんなに広いんだってぐらい360度が空なんですよ。星空がすごく綺麗に見えるので。めちゃくちゃ綺麗。しかも空気もめっちゃ綺麗です。澄んでるんだ、やっぱり。だからすごい綺麗に見える。そうそうそう、それですごく綺麗に見えます。まあ、特に星空が綺麗に見えるのは6月から8月冬の時期って言われてるんですけど、はい、私は6月に行きました。これは見たくなるね。あ、しかもこの星空世界遺産に検討されてるらしくて、もしかしたら今後世界遺産に登録されるかもということで、すごい注目されてる都市になります。テカポではまた朝日や夕焼けもすごい綺麗なので、朝から夜まですごい星空、あと空を楽しむことができます。で、ただ星空は天気によってだったり、こう月によって見え方が変わってきてしまうので、事前に新月の日を調べたりとか、あとは長期滞在をして天気のいい日に当たれるように滞在することをお勧めします。本当にこれはもう忘れられない星空になったので、またなんか大事な人と戻ってきたいなと思う年になりました。じゃ続いて第4位はですね、カンボジアになります。カンボジアは私20歳の時に一人旅に行ったんですけど、こう初めての東南アジアの一人旅で、タイとカンボジアに行ったんですが、カンボジアではアンコールワットを見に行きたくて、シエムリアップに行きました。カンボジアに行って最初にびっくりしたのが、人の良さがすごいなと思って、私の一番の思い出で残っているのが、カンボジアの小学校に訪問したんですけど、その時に先生から日本語を教えてあげてほしいって言われて、急遽日本語クラスをみんなの前で披露したりとか、すごい子供たちも喜んでくれて、もうみんななんかもう手とか引っ張ってこっちこっちみたいな感じで、なんかこういっぱい遊んだりとかして、本当になんかこう子供たちみんな可愛くて、なんか思い出に残っています。で、私その小学校の子供たちがもう好きすぎて2日間実は遊びに行ったんですけど、もうそれぐらいなんかこう子供たちにすごいなんか愛着が湧いてしまって、それで2日間行っちゃったんですが、その時にもなんか最後の日になんかみんなで手紙交換したりとかして、なんかそれもすごく思い出に残っています。もうカンボジアの人はすごい人がいいって言ったんですけども、ホテルの人とかも、ホテルに泊まってる他の滞在者の方とかにも一緒にみんなでご飯食べたりとかして、なんかワイワイした記憶があるので、本当にカンボジアはなんかその辺の人とかもなんかみんなはヤッホーみたいな感じで声かけてくれるので、ハローみたいな、すごい人がいいので、なんか思い出に残っています。ぜひカンボジアに行ったら、観光ももちろんそうなんですけど、ぜひ現地の人と交流をしてほしいなと思います。もちろん知らない人についてってしまうのはちょっと危険なんですけど、こうちゃんとそれを気をつけながら、ぜひ交流もしてみてください。ここからは第3位です。第3位はギリシャのサントリーニ島になります。皆さんもここは絶対一度は写真で見たことあると思うんですけど、本当にこう写真のままの世界に入り込んだかのような本当に素敵な島でした。旅行していると、こう写真を事前にしていると、いざ現地に着いた時にちょっとがっかりしてしまったりとか、あ、
こんなものかって思ってしまう観光地も、まあ、あるんですけど、本当にサントリーニ島はもう写真で見たままっていうよりももうそれ以上美しい島で、本当になんか感動したのを覚えています。いくら写真で見ててもこう裏切らないすごい綺麗な絶景がもう島中にあるっていう感じなので、今でもあの景色は忘れられないぐらいあの思い出に残っています。サントリーニ島はなんかすごいこう時間の流れがゆったりしているので、こうなんかゆっくりしているように見えて、すごいまあっという間に4日間経っちゃったみたいな感じにもなっちゃうんですけど、それぐらいなんかこう不思議 なんか空間というか時間の流れがあるなって言った時に思ったんですが、でサントリーニ島はすごい朝日もすごい綺麗だし、そして観光地もすごいいろんなところに行けたりとかもするし、そしてナイトライフもすごい充実してるので、もう朝から夜までもうずっと観光しっぱなしで、本当に寝る時間がもったいなくなるぐらいサントリーニ島を知り尽くしたいとなるぐらいの島になります。なのでこう本当に多分寝てる時間も1日3時間とかだった記憶があるんですけど、もうなんか多分アドレナリンですごいあの元気に回っていたのを覚えています。すごいね、そんなに見どころがあるんだ。あります。あの写真だけしか知らなかったから、うん、しかもなんか本当に夢を見てるかのような感じになるぐらい時間がこうゆっくりしてて、なのでぜひあの私またサントリーニ島に行きたいなと思ってるんですけど、もうその時はこう大事な人となんか行ってみたいなと思って。いいね、ハネムーン。ハネムーンとか、ハネムーンでもすごい選ばれる年ですし、うん、こうなんか若い方からこうおじいちゃん年配の方まであのすごい楽しまれてるあの年かなと、まあ、すみません島かなと思って、ぜひ大事な人と行ってみてください。じゃあ続いて第2位いきます。ここからは本当に1位と僅差なんですけども選ばせていただきました。第2位がエジプトのカイロになります。エジプトは私あのアルケミストっていう本が大好きで、その本を読んでからずっと行きたいなと思ってた都市の一つだったんですけど、やっと今年の2月に行けました。エジプトってこうなんか独特な雰囲気があるので、こうどの都市とも比べられないような、もう本当になんかオンリーワンっていうか、そんな感じの国になっています。なのでこう行った時にもう迫力がありすぎて、ピラミッドを生で見た時のもう衝撃がすごすぎて、こんなのって人をどうやって作ったんだろうって本当に疑問に思うぐらいだったし、これがもし人間が作れたならなんかもうみんな何でもできるやんって思うぐらいエネルギーをもらえる都市かなと思います。本当にすごそう。しかもエジプトに行ってからすごすぎて、もう全部がすごいんですよ。ピラミッドもすごいし、もう美術館に行ってもなんかもういろんなミイラとかも置いてあるから本当にすごすぎて、もうすごいしか言えなくなるぐらいエジプトに行くと語彙力が落ちますなんかそれぐらいこう衝撃なものがもうすごいあるので、なんかエジプトはぜひ皆さん目で確かめてほしいなって思いますね。それだと多分この言ってる感情がわかると思うんですけど、皆さんもすごいしか出てこなくなるかなと思います。あとそうですね、エジプトで私あの時間がなかったのであのカイロしか行けなかったんですけど、こう下の都市のルクソールというところもあるんですが、そことかもすごい見どころがたくさんあるので、こう時間がある方はこうエジプトを横断縦断、うん、縦断してみるのもおすすめかなと思います。でも本当に唯一無二ですよ。なんか他の国と同類がないというか、なんか例えばフランスとかだったら分かります、イタリアと比較されたりとかなんかいろいろあると思うんですけど、なんかその類似がないのがエジプトです。唯一無二の存在ですね。そう、なんかもうすごいとにかくすごいぜひ皆さん確かめてみてください。最後堂々の1位はフランスです。はい、私あのフランスのパリが大好きなんですけども、今まで大好きすぎてもう3回も行っています。それぐらいもうあの一番好きな都市になるんですが、フランスって多分あの好き嫌いが分かれることもあるんですけど、私はもうどっちかといったらもうすごい沼にはまってしまったというか、もうすごいパリにはまってるので本当に大好きな都市になります。でパリの何が好きかっていうと、やっぱりやりたいことがもうフランスのパリってたくさんあるので、こうもう美術館もたくさんあるし、カフェも可愛いのいっぱいあるし、ショッピングも楽しいし、なんか街歩いてるだけですごい可愛いしみたいな、もうやりたいことがありすぎていつも1週間ぐらい滞在するんですけど、それでも時間が毎回足りなくなってしまうというぐらいもうあの見どころがたくさんあります。しかも歴史もね、あのいろいろありますから、あのちょっと離れるところに行けば何でしたっけ、あの山みたいな、モンスターモンサンミシェルもあれば、あとはなんだっけな、あ、ここ行きました、
ベルサイユ宮殿、ベルサイユ宮殿もパリから40分ぐらいで行きます。なのでこうね、歴史的な建造物もたくさんあるので、そこも見どころかなと思います。ちょっとパリではないですがあとはこう初めてパリに行った時にすごい印象的だったのが、70歳のおばあちゃんがこうちゃんとしっかりあの洋服を着て、メイクもバッチリして赤リップ塗ってみたいな感じで、年齢を重ねてもずっと女性らしくいるっていうのはすごく素敵だなと思って感銘を受けたのを覚えています。なんかパリジェンヌとかもね、すごい、うん、あの可愛い服着てたりとか、なんかオーラがね、 ありますよね、うん、なんかラフな格好なんだけどおしゃれみたいな、うん、ね、わかります。多分みんなあのパリに誇りを持ってる人が多いと思うので、すごいぜひ行ってみてほしいなと思います。私もパリ大好きで、でもこの前の夏に初めて行ったんですけど、全然日本と違っていろいろ衝撃を受けました。受けますよね。うん、なんなんだろう、なんかもう街もまず全然違うし、なんかそういう建造物とかもすごい多いし、え、住みたいって思いますよね。わかります。私ももう住みたい都市ナンバーワンですよね。あと、ただ単にクロワッサンが大好きだから。なるほど。本物のこれがクロワッサンかとか、バゲットかっていう。確かに、なんかバゲット買いたくなりますね。食べきれないはずなのに。買いたくなっちゃうっていう。で、それを持って歩きたいっていう。わかる、わかります。私もなんか調子乗って花束とか買ってる。1週間しかいない。あ、確かになんかこう自分にうぬぼれれる年というか、なんていうんですかね、うん、なんかわかります、気分がすごい開けられる、わかります。あとは美術館、そうだ、美術館めっちゃありますよね、うん、多分100個以上あるって地元の人が言ってたんですけど、うん、全部回ろうと思えば1ヶ月かかっちゃうみたいな感じのを聞いたので、あの本当にそれぐらいあのたくさん芸術も栄えてるし、ぜひそういうのが好きな方は行ってみてください。そして実はパリなんですが、ニュートでもツアーを販売していまして、先ほども言った通りパリってすごくやりたいこととかこうやることがたくさんあるので、こう予定を組むのが難しかったり、こう効率的に回れないことがたくさんあるので、ぜひツアーを予約していただいて、こう効率的に回りたい方だったり、初めてのパリでこうどこに行ったらいいかわからないって方にも、ぜひツアーを見ていただけたらなと思います。 URL は概要欄に貼ってあるので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ってことで以上、おすすめの国5つでした。視聴者の皆さんもおすすめの国があれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。これからリポーターとしてニュートの SNS でたくさん登場すると思うので、これからもよろしくお願いします。こういう動画が見たいというリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。ニュートでは旅の役立ち情報を発信しているので、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。